高校野球ファンの皆さん、こんにちは。高校野球熱中部です。2020年の高校野球の現状や将来を考え、さらには高校野球を楽しもうという企画です。これ古川さんね、取材されてて、記事にもいろいろ書かれたこともあると思うんですけれども、どうしても高校野球は特別扱いされるのではないか、これは散々言われていることですけどね、そのあたりっていうのは改めてどんなふうに感じますか？非常に難しい問題かもしれないんですけど、客観的に見たらやっぱり特別だと思います。というのは NHK が、全国地上波で全試合放送するし、メディアも新聞もテレビ番組含めて、あれだけ時間を割いて報じているし、それだけやっぱり 見たい人が多いっていう意味では他の競技とは違いますよね。ただ難しいのは、そのやってる人たちが野球は特別なんだって多分言っちゃいけないっていうか、思っててもいいんですけど、それを言っちゃうといけないのかなって思っていまして、で今回こういうことがある中で、よくその話に出たのはインターハイが早々と中止になりましたよね。であれは時期的にもうインターハイは競技によってはもう早く始まるから早めに中止を出さざるを得なかったし、あと高体連と高野連は別組織なんで、その高体連が中止に出したからといって高野連が中止に出す義務も何もないわけですけども、その時に他の競技は中止になったのになんで野球だけやるんだっていう声はよくネットの書き込みなんかでは多かったと思うんですね。で、なんか率直にそう思う気持ちっていうのも分かるんですけども、だから現場の人たちから野球が特別なんですっていうことは聞かなかったので、それはなんか良かったというか、あと私なんか思うのは、特別か特別じゃないかって言ったら特別だと思うんですね、取り上げられ方、周りの接し方もそうなんですけど、今回だから何て言うんですかね、一つ良かったなとまで言えるかどうかわかんないですけど、その野球を通してっていうこと自体が野球が特別って言ってるのかもしれないんですけど、野球を通してその他の部活と一緒だよっていうメッセージが届くじゃないですか。特別扱いすんない、僕たちも一生懸命やってるよ。ですから、私も娘がいるんですが、娘がバスケットをやってて、やっぱりバスケットはマイナーだからっていう、野球はいいよねって言うんだけど、だからお父さんに野球がっていう時は他の部活も一生懸命やってんだぞってことを言ってくれみたいなことを言うぐらいで、そういう意味ではこう野球を通して、ある意味今年なんか結構ブラスバンドのことが紹介されたり、それからプラカード持ってるお嬢さんのことが紹介されるとか、高校生が紹介されるとか、いろんなことがあって、野球を通して、批判もあるのかもしれませんけれども、そういうところで他のところへも広がっていったりとか、阪神タイガースとか甲子園球場の甲子園の土を高校生に送ったなんて行為があっても、あれもだから普通だったら、例えばプロ野球界から高校野球界へのこうなんていうんですかね、なんかこう表面上のやり取りはあるかもしれませんけど、実際につながるようなことは意外となかったのかもしれないですけど、その高校野球ってものを通してなんかつながっていくものが、高校生は高校生、それから野球は野球で、なんか一つだからそう思われちゃう高校生たちが逆にかわいそうだなと思っちゃうんですけれども、でも彼らってやっぱり意外とすごい気を使ってる部分もあると思うんですけど、他の部活もとかって結構行ってたりするような時間ありますよね。実際クラスメートだったりするわけですからね、だからそのインターハイ中止になって野球どうなるんだっていう時に、ある野球部の子はクラスメートの他の競技の子から、野球はやれるといいような、やれたら応援行くからなって言われましたって言ってた子もいましたし、だから俺らが中止になったからお前らも中止しろじゃなくて、俺らは中止になったけどお前らはやれるといいな、でこっちの野球がやれたから次じゃあ他の冬以降ある、秋以降ある他の競技もやれるといいよねって、なんかそういういい、なんていうんですか、循環が起きるのが多分一番よくて、俺らは特別なんだぞって、野球部の
野球の人たちがふんぞり返ってたらダメですけど、そうじゃなかったんで、まあ、これが今回、ね、大体大会全国始まりますし、多分いろんなリスクも抱えながらのこう運営になっていくとは思うんですけど、それによってこういう高校スポーツが復帰していく大きなきっかけになればいいなとは思います。実際他のね、佐賀県なんかはいろんなインターハイの代わりで県内でやろうとかもやってますし、こういうのがどんどん起こってまた元の形に少しでも近づいて、あるいは新しい形で高校学生スポーツっていうのができてくればいいんじゃないかと思いますね。本当ですね。周りがそう高校野球特別とかっていう見方がある中で、その高校生同士がちゃんと認め合ってるっていうのはいいですよね。やっぱりお互いね、一生懸命練習してるっていうのを知ってるんでしょうね。そういう話が出てくるじゃないですかね。ですからその、まあ、夏に行われる野球は選抜のチームが甲子園でってことで、ちょっと話はややこしいんですけど、なんかもう選抜の出場校だからとかっていうんじゃなくて、高校生を野球やってるやつを代表してプレーしてほしいし、高校生の他の部活やってるやつを、その文化活動やってるやつをこう代表してね、なんか甲子園でプレーしてくれるみたいなところを見せてくれたらいいななんて、なんかね、こう理想的なことを言ってしまうんですけど、なんか特別なこう思いを感じたり、いやだからなんか今回ね、福田さん、プレーっていうかね、選手がどんなこう表情をするのかな、アクションするのかなとかっていうのすごい興味あるんですけどね、ね、速い球投げるとかっていうんじゃなくて、こうなんていうんですか、みんなで連携して守ったり、ベンチ飛び出す時とか、その時にね、どんな顔を見せてくれるのかなと思うし、まず最初に甲子園に一歩足を踏み入れた時にね、どんな選手がね、顔をしてくれるのかとかっていうのをなんか、今は取材も厳しいですから、なかなか見られるかどうか分かんないですけど、そんなところにも関心がいきますね。実況されるときはそういうあれですか、選手の表情とか一挙手一投足こう注目されてるんですか。注目やっぱり しますね。これは今年のことだけじゃなくても、なんかこうチームの置かれている状況によって、まあ、いつも出てくるところとか、選抜なら21世紀枠で、出場できるところとかってあると、まあ、それぞれが日頃やってきたこととか、長年やってきたことが甲子園にたどり着いたことによって、まあ、本当はその一人一人同じ3年生だったら同じなんでしょうけど、でも旗から見ますとね、やっぱり それはあるでしょうからって思うと、やっぱりこう出てきたところからとかっていうのはすごく関心がありますね。初めてね、100年近くも経った学校が伝統のユニフォームで甲子園に一歩踏み入れた時なんていうのはね、なんか変な期待もあるんですけど、なんか違うだろうなって思ったり、校歌を歌う時とかね、なんかそんなことは思いますね。今回ね、21世紀枠の学校なんかはやっぱ良かったなって思いますよね。だからやっぱりなんていうんですかね、プレーもそうですけど、いわゆるアバウトな言い方ですけど、こう思いっていうのがね、なんかすごく、こうにじみ出る大会になっていくんでしょうね。勝ち負けじゃないなんかこう、はい、ところにちょっとフォーカスされる大会、まあ、大会と言っていいのか、交流試合ですけどになるのかなと、そういう意味ではちょっと新鮮な感じはしますね。なんか心の中が見える眼鏡みたいなものがあるんだと、そこ実況してみたいですけどね今この人はこう思ってるとか、このチームはこことここがつながってるとか、なんかね、それでまあ本当ね、先ほどの話じゃないですけど、周りから特別視されてるって部分もあるでしょうから、そんなこと思わないでもう思いっきり与えられた2時間ぐらいの時間だと思いますけどね、そこでパフォーマンスしてくれて、それがチームの代表であり、部の代表であり、学校の代表であり、高校生の代表であるっていうね、部活の代表であるっていうのは思いでね、やってくれるとすごくいいんだろうなっていう気はしますね。